皆さんこんにちは、星椎茸です。ドラゴンズドグマオンライン続きをやっていきたいと思います。それではですね、今回は前回で第2章第2節のねストーリーミッションはクリアしましたので、今回まだお見せしていないエレメントアーチャーのね戦いをちょっとお見せしていきたいなと思います。まあといってもまだレベル8ですので、そんなにできることは限られてますし、まあエレメントアーチャーのねこちらレンテンさんから受ける試練を受けに行きたいと思います。はい、それではレンテンさんに話しかけて試練を受注しましょう。魔球の証エレメントアーチャー戦術試練、まあ、パーティープレイ不可で、まあ、一人で行きなさいということになっております。よう、珍しい戦術試練を始めたよ。エレメントアーチャーの基礎戦術についてさ、まだあまり知られていないジョブだからこそ、訓練しがいもあるだろう。もちろん今回も一人で挑戦しなきゃならない。修練の祠の場所はわかるよな。神殿を出て左手、崖沿いさ、その中にいる案内人の騎士団員と話すんだ。ということで、エレメントアーチャー、戦術試練を受けました。で、ちなみにですね、エレメントアーチャーの現状の、スキルはですね、まあ、錬磨弾、氷属性の複数のマヤを一点に集中して放つっていうのと、この閻魔球、起爆性のあるマヤを放つ。敵に刺さったマヤへの攻撃には爆発が伴う。爆発に接触した周囲の敵は、中心地に吹き飛ぶ。どういう意味でしょうか？爆発に接触した周囲の敵は中心地に吹き飛ぶ。はい。ということで、あと、まあ、癒しマヤ。マヤを放ち、着弾地点に体力候補かのある魔法器を展開とかね。まあ、こっちは、状態上回復の、まあ、戦魔光。生属性の前を放ち、着弾地点に魔法器を展開。魔法器を付着して、継続的にダメージを与えるということですね。幻合魔球。敵の物理攻撃と魔法攻撃力を一定時間低下する。デバフですね。で、敵の防御が幻合魔球ですね。敵の釣り防御と魔法防御を下げると。はいはいはい。超弾魔獣、壁に反射し、敵を追従する、雷属性のマヤを放つと。震わせマヤ。マヤを放ち、着弾地点にスタミナ回復効果のある魔法器を展開と。これはあれですね、ヒーラーでもこういうのがあるんで、まあ、ヒーラーと同じものがあるということは、まあ、若干エレメンターチャーの方が効果は弱いんじゃないかな、というような予想をしております。まあ、この辺はね、レベル30ですので、取ってませんので、どんな感じなのかわかりませんが。アビリティの方もなんですが、まだね、そんなに レベルの関係で覚えれてるものがなく、まあ、ちょっと漢字が読めないです。なんだらかつ。瀕死状態中に回復魔法を受けたとき、体力回復速度は上昇と。まあ、これを取っても意味があるのかどうかわからないですので、まあ、無駄なね、スキルポイントは使わずに、まあ、行こうかなと。この辺で、どれがね、いうようなのかがわからないんですが、まあ、演習とか、表習っていうのは、まあまあ、まだ、あれかなと、氷炎症になりやすくしたり、凍結にしやすくしたりとか、ね。これ、ダメージ受けた際に治癒上限値が低下しにくくなるとか、この辺は使えるのかなと。ヒーラーとしては使えますが、アタッカーには向いてないですよね。まあ、ちなみにですね、ここ、エレメントアーチャーは見ての通りヒーラーと同じ、プリストと同じね、緑なので、まあ、アタッカーではございませんので、まあ、備え火力には期待できるもんでもないのかなというふうには思っております。はい。それでは、試練の祠へ向かっていきましょう。あれ？さあ、ここからはね、徒歩で祠へ向かっていきたいと思います。エレメントアーチャーのね、試練じゃないね。エレメントアーチャーの、になれるようになって、ちょっと期限を忘れたんですが、まあ、一定期間、多分10月いっぱいぐらいまでだったかな、11月何日かまで行けたかちょっと覚えてないんですが、までにエレメントアーチャーをレベル10にするとですね、まあ、5万リムだったかな ?5 万リムがもらえるというようなキャンペーンもやってますので、まあ、ぜひね、エレメントアーチャー、あ、11月5日ですね。までにレベル10になったら5万ゴールドもらえるというようなイベントもありますので、ぜひともね、エレメントアーチャーを目指して、皆さん取っていきましょうと。
ちなみにですね、エレメントアーチャーは、なんで、ハンターと違って、当然弓矢はないですので、魔力の弓を発するので、まあ、ハンターと同じようにね、構えて、このサークルが高く溜まったら、赤いのが多分ね、自分が今までやってきた感じとしては、赤いのがいい適正位置だと思うんですね。白は近づかれすぎとか、ちょっと適正の距離から離れてるとか、そういうことだと思うんですけど、で、この、当然、この状況でやると一周貯めて、ちょっと待ってください。もちろん、こうやって、ね、無駄にこうやって連射することもできるんですが、まあ、これをね、二周させると、まあ、それなりにダメージは上がるので、こんな感じでね。で、溜まったと同時に放つ、ジャストタイミングで放った方が、より攻撃力は高いというような感じにはなっております。はい。で、現状ほぼね、ノーマルに近い状態ですので、まあ、これで、構えて、放つと。これで、ね、ロックオンをして放つっていうような戦いと、これですね、ロックオン。遠いと、ちなみにこのロックオンの速度なんですが、モンスター1匹よりも2匹囲った方が早いです。まあ、適正距離で見た方が分かりやすいと思うんですけど、適正距離やったら1匹でも早いですし、2匹になるともうちょっと早くはなるんですが、ちょっとこのね、エレメンターズ武器を構えると、移動速度がちょっと遅いんで、ゴブリンのダッシュにすぐ追いつかれてしまってですね、この、なかなかこの、どん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 距離を詰められて、適正距離を維持するっていうのがなかなか難しくてですね、意外とこの集団戦が苦手やったりはします。はい。なかなかね、いいのか悪いのかはちょっとわからないんですが、まあ、こんだけね、こんな感じで。適正距離でやったら早いと。僕からやると、こんな感じで遅いと。こんな感じですね。はい。まあ、放っておきましょう。あとですね、まあ、これが今までの通常の攻撃。で、カスタムスキルで、錬磨弾というのがあるんですけども、まあ、錬磨弾も見ていくと、こんな感じで、まあ、矢を装填するような感じのアクションをして、同じようにですね、ロックオンした後に、こんな感じで、氷属性のマヤを、放ってくれると。こんな感じでね。まあ、ガンダム風に言うと、ファンネル的なね、感じの動きをしてくれます。ただ、ああいう風にね、ゴブリンが走って突っ込んでくると、何本か外すんですよね。意外と。だから、動きの速い敵には、エレメントアーチャー向いてないかなと。ただ、ハーピーとかね、飛んでるものには、結構いいです。すごい戦いやすかったですね。ファイターとかで戦ってることを思ったら、非常に楽かなと。エレメントアーチャーのが、飛んでるハーピー的にはね。はい。ということになります。それでですね、あと、癒しの技、自己回復というのもありまして、まあこれコントローラーです、じゃなくて、マウスとキーボードですので、まあ、Q ボタンを押すと、こんな感じで自分を回復することができます。まあ今減ってませんので、何も回復しませんが、あの白ゲージ以上は回復しませんので、白ゲージまではこれで回復することができます。ただ回復量は、そんなに今のところ大したことはないのかな、というふうに思いますと。じゃあ、ウィルソンさんに話しかけましょう。各社とは試練に臆することなく立ち向かい、その使命を全うする者のことだ。与えられた試練をすべてこなせた者のみ、魔球の証を得ることができる。知識を確認しながら望むがいいと。まずは動きの参考のため、一人、共闘の兵をつけておこう。はい。ということで、エレメンターチャー戦術試練を受けましょう。追記ということで、エレメンターチャーのマヤは攻撃だけでなく自身や味方の回復支援も行えますと。そうですね。構え変更ができますので、まあ、あ動かない。まあダメか。普通のさっきの構えから、まあマウスなのでホイールを前後のどちらかに動かすと、攻撃から、硬派が攻撃ですね。で、ジョマが回復ですので、まあこれを切り替えて、敵に対する攻撃と味方に対する回復を行うことができますね。でジョマの構えは支援や構え。これなんだ。ジョマの魔眼か。複数味方、ロックオンっていうのもありますね。右押しながら、はぁはぁはぁ、移動。押しながら移動。ジョマの魔眼。構えながら。で、
左クリックを押すと、で、Q ボタン、癒しの層、自分を回復ということですね。さあ、これで、右クリックで、踏破の構え。で、構えたままマウス移動で、踏破の間が、構えたまま。ああ。で、繰り返ると、あれ？切り替えるとこれですね。こんな感じで、若干音も違うかと思うんですけど、色もね、ま、白っぽい色から、若干グリーン、黄色系の色に変わってます。これがジョマの構えですね。こんな感じで、はめて放つと。はい。こんな感じですね。さあ、まう。踏破の魔眼で2体を捕らえようか。あ、なるほどね。自分今までこうやって何も押さずにしてたんで1匹しかロックオンしてませんでしたが、右押しながら行くと、ずれてもロックオンできたままと。そういうことなんですね。なるほど、なるほど。いや、今ちょっと賢くなりました。やっぱり修練はやっとくものですね。今まで修練に行こずにレベル8まで、まあその辺で戦ってひたすら上げたんですけども、これは知らなかったですね。右を押しままやると複数敵をロックオンこうやってできると。で、やれば勝手に追従してくれると。これは非常に便利ですね。最適距離から踏破の魔眼で敵を3秒以上捉え攻撃せよ。最適距離から踏破の魔眼で3秒以上捉え、こういうことですかね。攻撃せよ。あれ？合ってるよな。違うのか。最適距離って赤色やと思ったけど、違うんかな。敵を3秒以上捕らえ。3秒以上捕らえ。おー。3秒以上捕らえ。なんだ？踏破の魔眼の集中力を最大まで高めて攻撃せよ。最大ってどこだ？ああ、これでいいんですね。これはちなみに、ジャストタイミングで放っ、あ、ジャストタイミングより、ん？どういうことだ？なんかさっき結構ほったらかした方が強かったぞ。はい、待って。はい。で、次、仲間にジョヤの魔眼を成功させよう。こんな感じですか。はい。で、仲間の体力をジョマの矢で回復させよう。あ、結構遅いね。で、近づいてくるから最適距離が維持できないっていう。なんだこれ。こんな感じですか。癒しの層で自分の体力を回復せよ。こんな感じですね。前蹴りで敵に攻撃。まあこの辺はいつも通りですね。はい、こんな感じです。最悪の敵にしがみつき最悪の手紙にし敵にしがみつき震わせ、なんて書いてんのこれ。震わせ直麻矢押せよってどういうこと。あ、普通に左クリックで。しがみついて普通に攻撃すればいいってことですね。よいしょ。で、俺のことか。あ、これは遅いな。シークレットコア。ドマの構えでシークレットコア。どういうこと？シークレットか。あ、怒り中か。お、何個ロックオンできんや。めちゃめちゃロックオンできるんや。お、めちゃめちゃロックオンできる。で、これでシークレットコア、これか、頭ですね。で、サイクロプスを倒せということで、
で、まだ使っていないね、円魔球、カスタムスキルの円魔球を今から使っていきたいと思います。はい。頭は動かねえ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。外れたわ。はいはいはい。よし。肩に刺さったし。おぉ、めっちゃ減るね、やっぱり。これで狙って。炎をぶち込んで。よいしょ、あれ？ちょっと待って。あ、怒ってないのか、もう。ほい。お？ほい。こんな感じですね。ファンネル。よいしょ。これで弱点出して、ここに、たまにぶち込みたい。早く。で、頭にぶち込む。そんでもって、よっ。これで、どうだ？ゴーン。よいしょ、こんな感じですね。なかなかね、難しいのか。まあ、楽しいのは楽しいんですけども、ゴブリン的な敵には非常に辛かったですね。エレメントアーチャーの戦術的役割。エレメントアーチャーの戦術的役割。最大の特徴は、魔導球の構え方により放たれる矢が、魔法の刃にも、癒しの光にも変化する点です。また、魔導球を構え、強敵を捉えることで、集中力を高めることができるのもポイントです。これ集中を高めてるんですね。集中時間が長いほど、マヤの威力は上昇し、さらに集中時間が満了した瞬間に矢を放つことで、その威力はさらに上昇します。でもピカッと光った時のことだと思うんですが、マヤの種類によっては、複数の敵や味方を同時に標的にする、または標的と、最適距離を保つことで集中する時間を短縮することができます。戦況や敵、味方の状況に合わせ、マヤを選び、的確にいることが重要となります。ということですね。はい。では、魔球の証を手に入れまして、よいしょ。違う。レーゼへ戻りましょう。はい。それでは戻ってまいりましたので、レンテンさんにね、話しかけて、行きましょう。はい。レンテン、訓練官。今回の試練、うまくいったんだってな。いや、ほんと、いろいろなジョブをやってるみたいで、尊敬するよ、ほんと。また転職したらいつでも来いよな。なんだかんだで、基本は大事だぜ。ということで、魔球の証、エレメンターター戦術試練、これにて完了ということになります。よいしょ。はい。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。はい。それではまたね、何か面白いものがあればやっていきたいと思いますので、それまで、その時にまたお会いいたしましょう。またねー。